こんにちは産婦人会の高橋玲奈ですもうずっと私 YouTube とか SNS でピルってすごくいいよってお話をしてきたと思いますそしていろんな雑誌とかメディアとかでもピルっていうのがすごくいいよっていうような風潮になりつつあると思います今までもお話ししてきたんですけれどもピルっていうのはもちろん否認もそうですしあと生理不順生理痛 PMS いろんなものを改善してくれます実際にピルが欲しいってなった時に産婦人科に「なんて言えばいいの?」っていう質問が実は結構 来るんですよなので今回はピル欲しいって思った時にどうすればいいかっていうお話をしたいと思います。 まずですねピルを飲む理由っていうのは人それぞれだと思うんですよ。避妊の目的だったり、あとさっき言ったのは生理不順、生理痛、PMS、あとはですね、生理をコントロールしたい。生理の量が多くて、生理をコントロールしたい。なるべく煩わしくない。生理に振り回されたくない。いろんな人がピルを飲んでいいわけです。えピル欲ししいっってて言ったにには、まあ、普通に産婦人が受診してもらいますで、産婦人が受診すると、初診の場合は、まあ、保険証見せてくださいとか言われたりとか、診察カードとかカルテを作るための名前を 記入したり住所を記入したりするところがありますそしてその手続きが終わった後に問診票っていうのを渡されます 前の動画でも、問診票にはどういう内容が書いてありますかっていう動画があるので、実際どんなこと聞かれるかっていうのは、その動画をご覧いただきたいんですけれども、そこで、今日はどうしましたかみたいな、今日の目的みたいなところは必ずあります。そこで、ピル希望みたいな感じで普通に書いてもらって大丈夫です。で、その他に、生理不順がある人とか、生理痛がある、PMS がある人とか、何か症状がある人は、問診票にそのまま書いてもらって大丈夫です。そして、特に何か症状がない人でも、ピルを処方 することができます例えば否認目的の人とか症状がないけど生理をコントロールしたいっていう人ですねそういう人は特に症状を書か,かなくていいので 避妊のためにピル希望とか、え、生理コントロールのためにピル希望という風に書いてもらっていいです。文字表に書いたとしても、実際にその後医師と話すわけですし、文字表は簡単に書いてもらって医師と相談してもらうっていうのでいいかと思います。で、医療機関にもよると思うんですね。最初からピル希望の方には、ピル希望の方のアンケートというか、文字表を最初に配られる場合があります。どうしたかっていうと、ピル。 リスクがあって飲めない方とか心調投与の方っていうのもいらっしゃいますそしてその後医師の診察になるわけなんですけれども基本的には問診だけでピルの処方っていうのは可能ですあとは一般的には血圧測定だったりとか体重の測定などがあったりすることが多いかなと思いますそして医師とのお話の時なんですけれどもまずピルが欲しいということを伝えますそしてまあ症状がある人は症状のお話とかするかもしれないんですけれどもピルに関しては もし自分が まあ、ネットとかで調べて、このピルが良さそう、このピルが合いそうとか、あとは友達がこのピルを飲んでて、同じの飲みたいとか、そういう場合には。はっきりと伝えてもらって大丈夫です。医療機関によっては、そのピルの取り扱いがない場合とかがあるので。その時に相談になるかなと思います。そして、今までもお話ししてきたんですけれども。そのピルの種類によって、効果とかが微妙に変わってきます。あ合わないとか、副作用の出方も変わってきます。例えば、友達がこのピルがあって、特に副作用。 なかったっっっったたたてててて言っても自分がが飲んでででみたら結構副作用が出てしまったっていうここととははよくあることですす他にはですね例えば生理不順の場合にはこういうピルが使いやすいとか生理痛が特に重い人にはこういうピルがいいとか量を減らしたい人はこういうのがいいとか生理前のむくみが気になるとか PMS でイライラしたり精神症状が重い人にはこういうピルがいいとかそのピルによっていろいろ特徴があるので症状がある人はその症状と照らし合わせながら産婦人科医とピルを決定していくという形に なりますそしてピルの詳しい飲み方に関しては医師から説明がある時と看護師さんからの説明の時2通りありますどっちかっていうのは医療機関によるかなと思います。 で結構医師の説明だとパンフレットだけ渡してこれ読んどいてっていう人もいるみたいなのでそれだとどうしても家に帰ってからあこれってどうなんだろうって分かんなくなっちゃうことがあるのでもしパンフレットだけ渡されてしまったっていう時はできたらお会計して帰る前にパンフレットを隅々読んでみて分かんないところはもう一回診察室で聞いてみるっていうのがいいかと思います。 どうしても家に帰ってしまうともう一回電話したりするのは面倒くさいですしずっと飲み方がわからない状態だと結局飲まないで終わっちゃうという人もいたりするのでその医療機関病院とかククリニッににいる間に解決しましまょう本当はその時に全部説明するべきだと思いますしそういうパンフレットだけ読んどいてっていう意思っていうのは本当にやめてほしいなと思うんですけどもしそうされてしまったら医療機関にいる間に解決するようにしましょう。 医師との診察が終わってピルの飲み方の説明も聞いて診察室から出ますってお会計になりますお会計が終わったら、まあ、産婦人科のクリニックの場合はそのククリニッででピルを一緒に受け取れることが多いです大きい病院だと薬局に取りに行ってくださいって言われて処方箋だけもらって薬局に取りに行くってことが多いかなと思います。 こんな感じで待ち時間を除くと大体医師とのお話っていうのが5分から10分ぐらいで終わるかなと思いますしっかり詳しくピルの説明だったりとか成立の説明とかしてくれる先生だと15分ぐらい説明に時間を取ってくれる先生もいるかなと思いますもし症状があって診察するってなったとしたら診察ってすごく時間かかると思っている人いるかもしれないですけど例えば一般的な産婦人科の診察だと子宮頸がんの検査と超音波検査で子宮卵巣が異常に なか見るような検査だったりするんですけど両方やったとしてもせいぜい2分3分で終わると思います。 なのであんまり診察するしないで時間は大きく変わらないと思ってもらった方がいいかなと思います。で実際子宮卵巣の診察を含めたとしても、えー、問診と診察合わせてせいぜいま20分から30分以内で終わるかなと思います。えっとただ医療機関によってはまあ、これガイドラには書いてないんですけれども血液検査を必須でやってるところもあります。医療機関によってはその血液検査をしないとピル処方しませんっていうところもあったりするのでその辺は医療機関に問い合わせてみるといいかなと思います。 血液検査の苦手な人って結構いると思うんですよなのでそういう方はそういうういいいいいいい医療機関を選ばななな方がいいんじゃないかなというふうに思いますガイドライン的には血液検査っていうのはピルの処方に関して必須項目ではないので血液検査をしない医療機関を選んでもいいと思います。 今日はですねピルのの処方の時どうすればいいかっていうお話をし,ま,したまずはですね産婦人科を受診してもらってピルが欲しいってことを伝えてもらいますで症状があるかないかっていうのも必要だったら書いてもらいますで実際に医師の問診になって、えー、診察が必要な人は診察をしますお会計をしてピルをもらうっていうこういう流れになります すすごくって簡単ななんですよねなんかピルをもらうのにどうすればいいですかって聞く人の中には何か症状がないと病院に行っちゃいけないと思っている人が多いんですけれどもあのピルっていうのは自費のものも保険のものもあるので何も症状がなくてもピルを処方するってことが可能なんですね。なので何ももも症状がなくててて気軽にピル欲ししい人人は産婦人科を受診してもらって大丈夫ですそして産婦人科のクリニックによってはあんまりピルの種類がないところとかもあるんですね。なので で,できたらピルの種類が多いところがいいと思います。できたら3種類以上ですね。1種類とか2種類とかしかないとそのピルが合わなかった時とかに他の手段がなくなっちゃったりするのでできたらなるべく多くピルの種類を置いてあるところがいいんじゃないかなと思います。あとはまあ、これ本当に良くないなと思うんですけど産婦人科によってはピル嫌いな医者とかもいるんですよね。 なのでホームページとかを見てピルの宣伝を思いっきりしてるところとかあとは学生さんの場合だと学割があるところとかもあるんですね。 結構、自費のビルだと医療機関によって値段全然変わりますので、しっかり値段とかも含めて調べてみるといいかなと思います。そして、血液検査とか内診とかは必須ではないので、その辺の医療機関のルールも確認するといいかなと思います。ガイドラインでは、血液検査も内診も必須ではないって書いてあるんですけれども、その医療機関の独自のルールによって、ガイドラインには書いてないことでも、こういう検査をしないとうちの医療機関は処方しませんよっていうような変なルールを作ってるところもあるんですよ。本当にどうかな って思うんですけどそういうことで儲けようとしてるのかなるべく少しでもリスクのある人には処方したくないっていう方針なのかちょっとわからないんですけれどもなのであんまお金がない人とかあとは検査が苦手な人っていうのはその辺も調べてみるといいかなと思います基本的に自費のピルでの血液検査とかっていうのは全部自費になりますのでだいたい3000円とか4000円ぐらいかかってきちゃいますその血液検査を半年に1回必須とか1年に1回必須とかいうところもあるので本当に統一 ししてほいなと思うんですけれども医療機関独自のルールっていうのがあるので、まあ、ホームページに書いてあればいいんですけど事前に聞いてみるといいかなと思いますそして、えー、事前にネットで調べたりとか友達に聞いたりとかななんとなく飲みたいいいピルが決ままっっっててる場合ううのははそれをはっきり伝えましょう結構医師っていうのはバーッと説明して勝手にピルの種類を決めてこのピルだったらじゃあこうだからとか、まあ、忙しいから全部説明しちゃうことがあるんですけどそれ終わってからだと。 実はこのピルがいいいいんですけどとか言いづらいじゃないですかなので問診票の時から「できたらこのピルが欲しいです」とか最初の医師の話の時に「このピルがいいかなと思うんですけどどうですか?」とか聞いてみるのがいいかなと思います。 さっきも言ったんですけれども、病院とか医療機関って言うと、なんか症状がないと受診しちゃいけないのかなって思ってる人が結構多いんですけれども、ピルの処方っていうのは自費のものも保険のものもあるので、症状が全くなくても大丈夫です。単純にピルが欲しいですって言ってもらえれば処方することは可能です。もちろんさっきも言ったように身長と用の方とか近期があって処方できない場合もあるので、それは。 問診票だったり医師の診察で判断されることなんですけれども、あんまり深く考えずにピル欲しいですって産婦人科を受診してもらって大丈夫です。なので気軽に産婦人科受診してください。まあ、実際ピルを飲もうって決めてる人だったらいいんですけれども、こういう症状ってピル飲んだ方がいいのかなとか、迷ってる人も相談だけのために来てもらって大丈夫です。 それでは今日はこの辺で今日の動画が面白かったなとか役に立ったなという方は評価の方お願いしますなるべく毎日投稿しますのでチャンネル登録の方よろしくお願いしますそれでは産婦人科医の高橋玲奈でした気軽に受診してね